Hello, everyone. This is 葉山の簡単カタカナ英会話 .This time I'd like to introduce you about 日米親善横須賀スプリングフェスタ2024つまりは横須賀米海軍基地の開放日についてお知らせしたいと思います。もし興味のある方がいらっしゃいましたらこの動画で紹介しますのでそのようにやってください。日にちは えー、3月の日日土曜日です朝9時から多分17時午後5時までやってると思いますが入れるのは3時半で、えー、ゲートがクローズすると思います以前は簡単に入れたんですね荷物検査はありましたけれども行けば入れるっていう感じだったんですけど今度は事前申し込み制で抽選で当選しないと入れないということです5月にまたやりますので今回当選しなくても次回またチャレンジしてみてください今回 今回は、えー、三笠公園内ゲートからしか入れません。で 以前から、この開放日には、ものすごい日本人の方が列をこうなして並んでいたんです。けれども、市側とか市の方の観光協会というのも考えて、この観光協会というのも、前は関与してなかったんですが、だんだん、だんだん、とにかく厳しくなっているんですね。何が見れるかと言いますと、このまあ、三月なので、23日というと、下旬なので、多分桜が咲くと思うんですけど、ここの三笠公園。 の方のゲートから入るとすごく桜明けが綺麗な公園が基地内にありますここがメインになると思います中に住んでいる方とかそのまあ働いている方々があの隅からこうバーベキューみたく用意して本当ハンバーガーとかホットドッグとかあとピザとか まあアルコールビ,ビールは売ってると思うんですがあとソフトドリンクなんかが買えるとと思いますあとはスナックぐらいでしょうかこれらを買えるということですねあとはまあ雰囲気を味わうというところじゃないでしょうかちょっと物珍しいですよねで。以前から他県からすごい時はあの観光バスで乗りつける方々もいらしてものすごい混雑してたんですね。 なななのので、こういういうになったのかもしれません。まあ、日帰りのアメリカ旅行って感じなんですけどほんと一部のエリアだけですとても狭いですって住宅街とかには入れませんまあ要所要所に海兵隊の人たちが立っていて海兵隊かまあ海軍の人が立っていてでここから入れないっていうふうに言われます。もちろんあの中のスーパー。パ 基地ではカミソリって言うんですけどカミソリなんかは絶対入りませんこれ ID がないと入れないのでこういうところには入れませんただちょっとこの案内を見ていましたら幹線に入れるっていうのでもしかしたら一部入れるみたいなことが書いてあったように思いますのでこの辺は皆さん注意してくださいあ三笠ゲートから船のある方ってだいぶ歩くんですねあの基地の中にはトンネルがあって信号がないと 思うんですね今どうかな前は信号がなかったんです公園から艦船が停泊しているところまで歩くとだいぶ歩くと思うんですけれどもその辺は準備して、えー、の心積もりを <laughs> しておいていただければ船にを見ることもできると思いますそんな感じでまあ、1回初めはそこまで行かなくても2回目は今度船を見ようとか いろんな風にできると思いますけど皆さんやはり食べ物にやっぱり興味あると思いますあとはセブンスフリート第七艦隊バンドを持っていますのでその方々よく市の外のイベントでも演奏するんですけれども音楽を演奏するそのくらいでしょうか歩きやすい靴スニーカーなんか履いていかれるといいと思いますもちろん荷物チェックありますしねあの持っていっちゃいけないものもあると思いますそれでは Please watch 横須賀市観光で検索してみてみください。そうしますと観光情報というのが出てきますのでここをクリックしますイベントをクリックしてくださいで下の方に行きますいろいろありますが下の方に行きますとここのピンクの横須賀スプリングフェスティバルというのが出てきますのでここをクリックしますと詳しい内容が出てきます よくお読みください。で、これは持ち込み禁止のものですね。で、あとは ID、自分の身分証明書、何がいいかっていうのをが載ってます。もちろんあの、えー、マイナンバーカードもそうですし、あのパスポートでもいいですが、えー、免許証だけでは入れません。で、ここ、申し込みですね。 これはあの第1希望、第2希望、第3希望まで何時にあのそのゲートに行くかというのが選べます。で、氏名ですねで。あと国籍とかメールアドレス、電話番号を記入します。で、注意事項を読んでください。で、まあ、スクリーンショットとか携帯で撮ってそれを見せて身分証明書を見,見せて中に入るということです。 ここからはヴェルニー公園という基地の隣にある公園の眺めをちょっとご覧いただきたいと思いますえ、これはコースカという商業施設ですいろんなイオンとかいろんなお店が入っていますこの隣ここがもう基地なんですね基地を眺めることができます本当にたくさんの建物が建っていますこれは日本の、えー、政府が出して建てたものです これは潜水艦わかかりますかこれ日本の潜水艦なんですけれどもあの横須賀基地米軍海軍基地のところに泊まっていますえ日米の、えー、潜水艦が止まっている時もありますし何,何隻というのかなも止まっている時がありますえ時々中から人が出てきます。で今船かなんかが ドライドックかドライドックじゃないな今あの修繕されていますこれは日本の自衛隊の基地ですすぐ隣にあるんですねこの日は何席も止まっていました珍しかったですね、えー、マニアにはたまらないと思いますこれがベルニー公園ですよくアメリカ人や外国人の方も散歩してらっしゃいます えー、これは軍港巡りなんですけどこういうフェリーみたいなのであの観光客の方が本当にアメリカ席の,あの船の間近まで行って開設してくれますその日によって船も変わるので違いますあとびっくりするのはハトバスが毎日東京から来ています観光客の方が大勢乗り込んでいます Thank you for watching. I see you later. Bye.